みんな望むようになれない結構 Draw me いつでも My own lip Sorry not sorry ただ自由気ままに。どうも皆さんこんにちは、 Tees Music Studio のタグです。今日も一緒に歌トレ頑張っていきましょう。本日のテーマは響く声で歌おうです。響く声、つまり、共鳴のコントロールということになります。声を出すときに音量ではなくって音の抜け感、聞いたときに耳にしっかり聞こえやすいかどうか、そういった観点で発声を考えていこうというのが共鳴のコントロールです。音というのは空間で反響して響くことによって音が増幅されるという、そういうような仕組みがあります。これを自分の体と自分の声を使ってやっていきましょうということでございます。方法としてはまず口を大きく開けます。そしてベロを、下ベロを中央に折りたたんでください。中央に折りたたむと自然と下の付け根というのが下に下がっていくような形になっていくと思います。あ、こういうベロを、あー、あー、あー、英語の R の口に近いかなと思います。その状態で上顎を下からノックするようなイメージで声を出してみましょう。あー、あ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 、こういうことです。あ、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 で、ここで鳴らして音を出すというよりかは、あ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 、音を上に向かって当てるようなイメージです。自分の上顎をコン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 とノックするようなイメージです。もう一回順番に言うと、口を大きく開けてベロを折りたたむ、あー、そして、あ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 、上顎をコンコンコンとノックするような感じで、あ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 、出してみる。ちょうど日常の動作だとあくびの時が一番近いと思います。あくびの口を作って、その状態で声を出すと、あー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 、こんな感じの音になると思います。あー、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 こういう声を出しながらあくびをしたことある人も多いんじゃないでしょうか。まさにこういう声を目指していくというようなイメージです。イメージをつかむコツとしては、目頭、ここに自分の声をキュッと集中させるようなイメージを持つとやりやすいと思います。あー、あ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 、こんなような感じですね。そして歌への落とし込みです。まず、あ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 、こういう声の使いどころとして、どういうところが適しているかというと、まあ聞いてもらってなんとなく印象を感じて、る部分があるんではないかなと思うんですけれども、あ、こういう共鳴によって得られる質感の声というのは非常に音が硬くてパンチのある音。以前の動画でアップした、ブレスコントロールによるふわっと柔らかみのある丸みのある厚みのある声とは違った使い方ができるんじゃないかなと思います。あ、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 非常に、パンチの効いた硬い音になると思います。僕は個人的には歌の中におけるサビなどの盛り上がり、強調がちょっと必要なポイントで使っていくかなと思います。Sorry not sorry 鼻自由気ままに進みたい方に舵を取るだけ Sorry not sorry。といった感じでしょうか。歌の中のサビにおける部分で、パンチの欲しい局面だとかで今みたいな声を使っていきます。この出し方に関しても、ブレスコントロールの時と同じで、最初から歌詞にするのはなかなか難しいという人も多いんではないかなと思いますので、基本的にはあ、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 あという音を作りながら、それでメロディーを口ずさんでみるといいと思います。なな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 なこのような感じですね。で、今僕なななと歌ったんですけれども、な、何ぬねのだったら何で、何でもいいんですけど、な行の音、まあ口を大きく開ける形が一番作りやすいので、なの音でやることをおすすめしますけれども、なの音がつくと、うん、うん、英語で言うとこの N の音、なってアルファベットって書いたら NA ですよね。
N の音がつくと、うんうんうん、鼻の奥の鼻腔のスペースに音が引っかかりやすくなるので、な、な、なって音は自然と、今、音を当てたい鼻腔、そして口腔内のスペースに音を当てやすくなります。なので、こういう練習をするときは、な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 行でやることをおすすめします。個人的にはいつもな、な、なで、音を鼻歌口ずさむことが僕も多いかなと思いますね。な行の音で練習することをおすすめします。以上が共鳴のコントロールの概要でございます。今回の動画も参考になったなという方はぜひぜひグッドボタン、それからチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。それでは本日はこの辺で、どうもありがとうございました。